ニューヨーク市メトロポリスとは国または大きな地方における経済文化の中心でありかつ国際的な連携のハブとなるような大規模な都市のことである日本語では中心都市あるいは大都市と訳されることがある代表的なメトロポリスとしてニューヨーク、ロンドン、パリ、東京などが挙げられる多くのメトロポリスはその周りの都市と相互に連結して 大都市圏を構成する。この単語は、イギリス英語では、首都という意味で用いられることもあり、上記の都市の内ニューヨーク以外はその国の首都である。メトロポリスという言葉は、ギリシャ語で、メーターとトポリスをつなげたメトロポリスに由来する。メトロポリスは、古代イギリシャの植民地において、最初に入植した都市を指すもので、それは、その植民地における政治、文化の中心であった。 古代においてメトロポリスとは植民地域においてその起源となった都市やその周辺一帯を指す言葉であり古代遺跡で発見される多くの大都市はその人口規模や重要性などからこのメトロポリスに該当すると考えられているこれらの古代都市のうちアレクサンドリアやダマスカスなどは21世紀になっても現存しており世界で最も長期間にわたって人間が居住している 都市に数えられることが多い。ありがとうございます。